光グルディンバスは山口県光市のコミュニティバスである。光グルディンバスの車両1998年3月14日運行開始。運行事業者は中国 JR バスの子会社である西日本バスネットサービス。当初は中国 JR バスが直接運行していたが、JR バスの路線には自治体が運行費補助を行うことができないという法律上の制約から、 赤字額圧縮のために徐々に規模を縮小せざるを得なくなり、ついには廃止寸前まで追い込まれた。打開策として中国 JR バスとは別会社による運行を行うことで自治体の補助を受けられるようになったものである。JR 山陽本線光駅を起点、終点として主に甲子西部を運行。フリー乗降区間が設定されており、 大型住宅団地や光総合病院等の公共施設4公店などを経由し、通院や買い物に配慮した路線となっている。初期の車両 JR 山陽本線光駅を起点、終点に右回り4便と左回4便の1日8便。一周約50分。運行距離 18.4km。運行経路の概要は外部リンクの甲子内バス路線図を参照。 公益筒井、公主民ホール金山、公私役所前から、島田市は、フリー乗降場外区間、一乗車200円。有効期間内であれば、JR バス公船及び、光グルディンバスを何度でも利用できる。ありがとうございます。